ユニホンテレビ。こんにちは、本田中町にある居酒屋まな板のオーナーの渡辺と申します。当店は、昼3時から営業している居酒屋で、地元の食材を中心に、創作料理なども含め、提供している居酒屋となっております。この度ですね、テイクアウトの方を新しく始めましたのでご紹介させていただきたいと思います。まず一つ目が、その日のおつまみ4種盛りです。例えば、燻製した枝豆や、燻製のポテトサラダ、すべて手作りの前菜を4種類お任せで、詰め込んだおつまみセットとなっております。次に人気ある商品で、ワンポンドステーキのテイクアウトも始めております。450g でのステーキで、税込み1800円というかなりコスパもいいメニューとなっておりますので、ご家族4名様ぐらいでも十分に満足して食べれるような商品となっておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。ご注文方法なんですけども、ぜひ電話注文、SNS でのダイレクトメッセージでのご注文にご協力お願いいたします。受付時間なんですが、11時から、7時までとなっておりまして、受け取り時間は12時から7時までとなっております。はい、お家で、まな板の、手間暇かけた、お料理、を楽しんでいただける内容となっておりますので、ぜひ皆さんご注文お待ちしております。